チャオ、あっちゃんです。今日は1月の21日お昼過ぎやねんけどね、ちょっとね、お買い物行きましょうよと思ってちょっと出かけんねんけどね。じゃあまだご飯食べてなくて、おにぎりを握ってきて、走行車中飯、はいこうしたいと思います。ちょっとお水を、塩水をね、こうちょっと置いて、ごちゃごちゃとね、してるんでね。お昼過ぎて、もうだいぶ過ぎてね、1時ぐらいになってるんだけどね、何も食べてないし、ちょっと食べていこうかなと。いただきますか。うまい。醤油チーズおにぎり、うまいな。ご飯しか食べてない。もうね、あれがないねん、食材が。ちょっと食材を買って帰るんだけども、エバグリーンだけしようかなと思ってんけど、何を買って帰ろうかね。今日は木曜日でしょ。4日5日分ぐらいちょっと買っとこうかなと思ってんだけどね。ちょっとね、今日はね、だから子供を送り出してね、で2人とも送り出して、じゃあもう寝てしまったね。うん、遅かったし、飲み2時間ぐらいしか寝てないから、寝不足って寝てもちゃう。だからね、あの動画撮れてない、みんなにお話しようと思ってんけど、できてなくて、アメリカ大統領の話やねんけど、だから、寝ながらちょっとツイッターをね、ちょっと見ながら、気になる動画を見ながら寝てもね、あんまり内容把握できてないんだけど、結構落胆してる人が多かったとか、騙されたとか思ってる人が多かったね。そうじゃなく、情報は自分の手で、自分の目で絵に行く。で、それは自分が信じた情報やから、それは自分が見誤った。一つ一つ訓練やったっちゃ思うねんね。で、実際の情報を得る、練習をするって大事だと思うね。信じるってことってすごい大事だと思うね。だから応援してたんやったら信じる。で、信じてて、信じた人が、あかんと思ったら、また違う人を信じるって大事だと思うんだけど、この人自体は何も悪いこともない。ね、辻褄の合わないことはない。でも、やっぱり世間のいろんなものに巻き込まれて、どういう手を打つのかっていうのも見ていかなあかんし、今回なんかやったら、あんちゃんはシナリオ通りやと思う。まだこの後、ここから始まるんやと思うね。ここも勝って、ね、トランプ劇場を待っとってねって言ってたっていうのね。それは何かって言ったら、ここから始まるんやね。だから、ね、就任式の日、そんな目立つ日にね、わざわざしない。それと、何か動くときにこんなことするよって言って、だからね、髪の毛、あ、自分のやつ、
怖いこの夜だった。
思うってあくまでも言うとくけどね、うん、だから戦争のメカニズムってなんで戦争が起こるのか、要はね宗教戦争とか、あとは領土の、領土を取りに行くための戦争とか、いろんな戦争って言われてるけど、その戦争は何で起こってるのか、戦争させたい人がね、戦争することで儲かる人たちがいてね、だからここのところが戦争させたいわけ。だからなんでトラちゃんがこんなに、世界アメリカでね人気あるはずやのに人気がないのかっていうのはね、唯一、任期中に戦争を起こさなかった大統領やった、というのはとある闇勢力に屈しなかった人、日本にも屈しなかった人いてんねんて、侍のようなトレーラーやった。長いな。でもね、侍はね、やっぱり狙われんのよ。いつも命を狙われるのが侍。でも自分の命を顧みず、国を良くしようとするのが侍。ちゃん陣営にはいっぱい侍がおったっていうことやねんね。素晴らしいことじゃないのかな。この今日本に侍がいてると思う。ラスト侍は江戸、いや昭和の太平洋戦争までちゃうかな。太平洋戦争で要は、黒船が来たことによって日本人がボッコボコにされた。これ歴史は習ってないけどボッコボコにされて、外国の凄さを思い知った。どこでも足腰立たんぐらいまでやられたから侍魂を失ってしまう、国を売ってしまうのよね、正直ね、外国はね。だから、要はだろう、不平等条約を結ばされたんだ。これが命が欲しい、ヘボ侍が本で、このヘボ侍が裏切ることによって侍勢力は少ないの。もちろん自分の命を投げ打ってまでこの世の中、自分たちの血もつながって、自分たちの国の未来を背負って立つ子供たちのためになんて言ってやる人はあんまり少ないのね。新蔵とか、新選組とか逆光隊とかいろんなところにそういう侍はおったんやけど、今はそんな侍はいてない。でもアメリカに侍を見たね今回ね、でも最後やっぱりうまくシナリオで回避したところもあるけどね。切らして身を切る、または肉を切らして骨を切るか、まあもうちょっとしたら
いろいろ動きが見えてくるんじゃないのかなとあっちゃん思ってる。まあ、スイッチ耐えまして。100% そこにかけてるわけじゃない。だから、今回のことで、いろんなものが見えた人がいてると思うね。気づいた人。そういう人たちが一人一人声を上げることによって、世界は変えられるってあっちゃん思うね。銀になる。よく言われんねん。そんなこと言うんだったら、デモ隊に参加しろとか、議員になれとか、総理になったらええやんって言われるんだけど、逆にそういうのがつくと、足かせがつくの、手かし、汗かしがつくのね。それよりも、民意が、民意で、大勢で訴える、うん。それが大事ですね。まあ、一人では小さいけど、場合によって変わる途中に足は小さいけど大きな魚のような形で群れになって移動するから大きな魚やと思われて襲われへんっていうね、そういうもあるしね、いろんなそういう大丈夫な大きなやつを相手してってすらよ、大きなやつを相手して勝つ方法っていうのもあるので、まあ、これが今、太平洋戦争、GHQ で失った侍魂を今読み戻さなあかんちゃうかなと思うね。だからって侍になれとは言わへん、ちょんまげして刀させとは言わへんけど、何の役も立てんかね、そんなことしてます。そういう気持ち、それ言うたらね、あっちゃんお前男やろって言われるけど、男やから女やからじゃない、ある意味あの逆答えの合図のね、女兵士たち、女の人たちはみんな薩長が攻めてきてね、東部のある意味に言うたらまだ10歳ぐらいの子供がね、自陣して自ら鶴ヶ城が燃えてるっていうのでもう負けたって、だったら敵に命奪われるんやったらって自分で自分の命を絶ったけど、それだけじゃなく、そんな敵陣に恥ずかしめを受けて殺されるんやったらみんなで自陣しようって、女の人たちも自ら自分で命を、ある意味侍、女侍やね。八重桜の八重ちゃんね山本八重さんやったっけ、あの人もね女の人やけど鉄砲隊の引き換えで戦した、その侍イコール男じゃない、女の人でも、日本の魂だから日本にはいろんな道があるのね、侍道、武士道とか、剣道、柔道、合気道、書道、結局精神鍛錬の道やね、これがどこに繋がるのかって、最終武士道に繋がる。だから女の人は、華道とか茶道でも道に繋がるんだよね。それのことは何かって神道や、神の道やね、神に守られた日本人は、神の御加護、これが日本だけじゃないよ、実は、昨日のプラちゃんの演説も神様ありがとうって言ってたので、神の御加護で、ロシアのね、プーチン大統領も寒い中水のね、マイナス10何度の時に水の中入って味噌ぎをすんでんねん。みんなこれ日本の神道と一緒やねん、やってること。だからあながちね、都市伝説って言われてるけど、ユダヤ信仰、ユダヤの教え、大元の神様の道っていうのは日本に発祥があるのちゃうかって言われてるけど、
あなまちそれも都市伝説じゃないのかなって思うようになってきた。だから世界を救う救世主メシアは、東の端にある東の端から現れるって言われて、極東の世界、つまり極東の世界って日本や。これが聖書に載ってるらしいんだけどね。メシアは誰やろね。まああっちゃんじゃないことは確かやろ。まあ世界すっごいことでもう力持っとらへんわ。まあそんなこと言うとったらね、エヴァグリーンついたんでね、あっちゃんの移動車中飯兼脱弾動画、いかがでしたでしょうか。まあこういうのね、めったにせえへんけどもね、お腹いっぱいになりました。たまにはこういうのいいかなと思うんだけどね、いいかなっていうか時短のためにやったんやけどね、まあ、食べる時間もったいないし、早く買い物行って早く帰りたかったしね。最近ね、だから子供も学校行って、もうあと3学期、あと残り少ない3学期を楽しみに学校行ってるでしょ。で帰ってきたらこんなことあってんとか喋るしね。で昨日は昨日で、亮は100人一首の大会優勝したら言って、で光は光で今みんな面接練習したり受験のことでね、いろいろ話したりしてね、いい思い出ができてるって話しとって、そうやって学校の話もしてね、楽しくしたいから子供と喋る時間もっと作りたいんでね、早う家帰りたいねんね。ちょっと最近動画少ないのはね、子供との触れ合いの時間を大切にしてね、夜ライブするのはね、ご飯食べて一緒に喋って、でご飯の動画もちょっと短いと思うんだけどね、ご飯動画食べ終わった後ちょっとね喋ってたりしてね、もう動画を回さん、あんまり回さないようにしてんのね。まあご飯の時はね、みんな楽しみにしてくれてるしね、そういうのもあって、ご飯動画はちゃんと撮っていこうと思ってやってんねんけど、まあ子供たちとね触れ合う時間もすごい大切にしたいなと思う。ご飯動画を毎ご飯見てもらうっていうのもあっチャンネルの特徴なんで、それもやめていく気もないんでね、まあ、そこをうまくねバランスよく子供との時間取っていって、これからもやっていきたいと思います。まあ、もうちょっとしたらねまたいろいろ変わってくると思うんだけどもね、まああっちゃんが楽しく、みんなが楽しくっていうのがあっチャンネルのコンセプトなんでね、これからもぜひぜひお楽しみくださいっていうことでバグリついたんでお買い物して、腰が痛い。キューピー怖いのちっちゃいの買おうかな。アマゾンでね、注文した、確かしようと思ってるからね。まあ、行ってきます。